はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語の第39弾をお送りします。で、今回この10個の単語ねやりますので、この状態でテストしたい方はぜひね動画止めてやってみてください。では早速自分は1番からね意味やっていきましょう。でね、あれってちょっと思われるかもしれません。まさかのね39弾で愛が来るっていう。で、これはですね、実はちょっと意図があって狙いがあるんですよ。で、それは次回の40弾で最終回になるんですが、そこの一番最後で話をします。なのでちょっとキー説いきましょう。愛ね、もうキーワード私です。で、まあ主語で使うものなので私はとか私がという意味になります。で、次ですね、スタート HO から始まるので、まあほって読みたくなるんですけど、これ読み方気をつけてください。最初あです。あに近い honest ってなります。 honest で、自分キーワードね、正直っていうのが覚えちゃうんですけど、まあ、正しくない、正直さえねえや。ごめん、正直なだ。正直なという意味になります。これ形容詞ですね。honest。で、ぜひセットで覚えてほしいのが、この honest に最後 y くっつけます。そうすると honesty ってなるんですけど、アネスティ、これ名詞になって、正直、まあ正直さとかで使うときもありますけど、まあ正直って覚えておくといいと思います。まあぜひセットで、アネストとアネスティですね、覚えちゃいましょう。で、次がですね、日本語で言うとこのオピニオン。まあね、聞いたことねえよって思う方も多いかもしれないですけど、オピニオンです。で、アクセントがピの上に来て、オピニオン。って言いたいんですけど、ちょっとね、ニオンがニョンに近くなる感じ。オピニオンみたいな感じです。で、意味が、意見という意味になります。意見ですね。確か、社会の公民とかでね、セカンドオピニオンっていうのがちょろっと出てきた気がするんですけど、なんだろう、医者とかにね、かかるときに、一人の先生ではなくって、もう一人、違うね、病院とか、まあ、同じ病院か分かんないけど、違うところで診察をしてもらって、自分の病状がどうなのかっていうのを2つの意見から聞くことをセカンドオピニオンって言うんですけど、まあそういったところで、まあそこで使うというか、でね、いう感じです。オピニオンですね。で、次がポルーションです。ポルーション。で、ポルーションは、汚染です。まあ環境汚染とかの汚染。ポリューション、汚染と覚えておいてください。で、次も長いですね。次、スタートがイから始まってイレクトリシティと言います。イレクトリシティ、アクセントがここに来る。イレクトリシティですね。で、意味が電気という意味になります。イレクトリシティで電気です。で、右行きましょう。次、yet ですね。で、まあ、yet は、中学校3年生で習う、現在完了で、まあ、よく出てくるやつですね。で、使い方が2個あって、まあ、もうと、まだをね、覚えちゃってください。疑問文で使うときがもうですね。で、まだが、否定文でよく使う形になります。もう何々は終わりましたかとか聞くときとか、まだ何々は終わってませんとかね。そういった使い方で yet。まあ、もしね、現在完了のやつなんだって、ちょっと見てみたいなと思う方は、中学校3年生の最初の方のシリーズ、英語のね、シリーズでありますので、そこで確認してみてください。で、次が other ですね。other。で、other はすごくね、大事な単語で、他のっていう意味になります。other で他のです。で、次が university です。university。まあ、ここにアクセントが来るんですが、これが大学です。で、ちょっと気をつけるのが、ここですね。さっきの electricity、もう最後 city で終わるんですけど、これ city って今街の city と同じ綴りなのね。でも university は c じゃなくて s になります、ここ。細かいとこなんですが、ちょっと気をつけてください。で、大学っていうと、カレッジの方にね、ピンとくる方も多いかと思います。
で、自分も、両方大学だよなと思ってたんですけど、使い分けは知らなくって、さっきこれ撮る前にネットで調べたんですけど、ごめん、正しいかわかんないよ。わかんないんですが、カレッジの方が、専門的なことを勉強する大学を表していて、このユニバーシティが、総合的な大学、まあ、総合大学っていう書き方をされてたんですが、まあ、そこで分けるそうです。ただ一応ここまで、まあ、31年生きてきて、そんな厳密に分けなきゃいけないっていう経験は今のところないので大丈夫かなとは思うんですが、一応ユニバーシティ、まああとカレッジですね。もう両方とも大学って意味を持ってるので覚えておいてください。で、次がウィズダムですね。ウィズダム。で、ウィズダムが、これで知恵です。知恵。wisdom 知恵と言います。知恵という意味になります。で、最後ですね。最後、これちょっとアクセント気をつけます。まず言っちゃいましょう。ここですね、アクセントが。で、 industrial と言います。 industrial で、これがね、産業の、まあ、産業っていうキーワードをまず覚えておいてほしいんですけど、 industrial で産業のって意味になって、ぜひこれね、セットで1個覚えてほしいのがあって、それが、まあこれのね、似てるやつなんですけど、ちょっと待って、入ってるかな。下がギリだったな。ちょっと待ってね。で、出すと、こうですね。似てますよね。ここ最後が、あと IAL か。が Y の変わってるんですけど、これで Industry と言います。Industry。で、これが、名詞の産業になるのね。おっと、子供が泣いている。産業です。で、なんで書いたかっていうと、ぜひね、インダストリーも出てくるんで覚えてほしいんですけど、ごめん、書けなかったけど、アクセントがね、ここに来るんです。頭に。インダストリアだでしょ、ここなんだけど、こっちはインダストリーで前に来るんですね、アクセントが。場所が変わるので、まあ、そこもぜひね、覚えてもらえたらと思います。はい、ということで今回はこの10個ね、やらせていただきました。で、途中でも話をしましたが、次回、パート40回目が一応最終回、また後でね、足す取るかもしれませんけど、ひとまず一区切りってことで次回が最終回となります。で、ここにさ、今回愛がいましたけど、この39と次回の40を、使ってですね、ちょっとかなり自己満なんですけど、あるちょっと仕掛けを今作っていて、最後に話します。それは40のね、最後に話しますので、大したことじゃないんですけど、せっかくね、ここまで、まあ、シリーズで見ていただいた方に、まあ、ちょっと、向けて、なんかね、お伝えできたらなと思って、そういったものを考えておりますので、まあ、もしよかったらね、次回最終回の方もぜひお付き合いください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。